スローインになります。東京ジェット、その酒井にボールが入って、おっとスティールしました。これがまさに高校ビジョンの広いところを見せました、小林大輔。速い攻めから速攻でいく、スリー小林、今日1本決めてるが2本目も決まった。ここでたまらずタイムアウト。そして小林トップからスリーポイント決まった、今日3本目。さあこれでまた2点差。ボールを送るのは平尾、そしてダウンパスで小林へ。高平、高平、小林がシュートに行った。しっかりと空いているところにつけてシュートに行きました。タップスポットが取っている。そして小林走った、シュート決め切りました。これでまた茨城がリードを広げる。うわ、小林が、あーっとキャッチアンドシュート、スリーポイント決まった。小林のスリーは決まった、両手を広げた。そしてここでタイムアウト。中入っているが、外平尾キャプテン、パス回し、おっと長い距離からのスリーが決まった。追い上げを見せます。決まるけども早いか、早いバッターがっちりキャッチ、ストラトリーに。そして小林、早くもシュート。長い一歩をまずは取りたいところ。前が空いている、スリーポイントきた、小林のスリー。残り10秒ありません。小林、地元小林、これは、ああ、くるくるっと待って、最後入ります。中には攻めきれない。浜高がついている。浜高のディフェンス。ここを振り切って、小林決めてバスケットカウント。